2021年4月12日 JR 渋谷駅周辺の最新の情報、今日たまたま通りがかった時に気がついた点なんですけれども、こちらが JR 渋谷駅1番線ホーム、山手線の原宿方面のホームの一番恵比寿寄りのところ、たまたま山手線で目黒から移動した時に足元を降り立ったところでですね、足元に仮囲いっていうテーピングがこのように点々となされてたことに今日気がついたんですね。まあ週末かいつかこれが貼られたのか正確な時期は存じ上げないんですけれども、たまたまこれ見つけたんで、この周辺の多分工事が少し進捗するのかなと思って少し降り立って動画を確保した次第です。はい、このように点々とガムテープがあると。で、場所はこちらの1番線の恵比寿寄りのところですね。ここに仮囲いをして、まあ、どういう工事をするのかはまだ正直よく分かりません。この自動販売機も仮囲いの中に入るっぽいので、多分このアキュアの自動販売機は移動するか一旦撤去されるかするのかなっていうところですかね。詳しい工事は分かりませんけど、はい、あとはこちらは南口から渋谷スクランブルスクエアの方に向かうところの天井をたまたま見ていたら、こちらは今まで通りの天井なんですけど、奥の方ですね、これどちらかというと渋谷スクランブルスクエア料理の方なんですけれども、何かこれ化粧板をおそらく潰すのか、何かそうですね、これなんか吊るし材のような、今までちょっと目に留めたことのないようなですねものが取り付けられていたことに今日この4月12日気がついたんですね。まあ、実際ここによく天井で化粧板みたいな感じでこういうむき出しのものをですね覆うような、まあ、装飾といいますか、そういう化粧板みたいなのをですねで塞ぐケースっていうのは多分あるかと思うんですけどね、そういうかなと思いました。で、次は銀座線の渋谷駅の方ちょっと歩いてた時にたまたま気がつきました。ちょっと前に何かこれ、デジタルサイネージでもつけるのかなみたいに推測をしてたのが、これ正体が化粧板をここ据え付ける工事だったってことが分かりました。これ銀座線のこの下の鉄骨のむき出しのところですね、ここをどうもこの先化粧板で塞いでいくのかなと。はい、こちら、交差点東口の交差点ですね。はい、でこのように遠巻きに見たがですね、はい、銀座線の駅の下のところこのような化粧板、そしてその化粧板を取り付けるであろう予定されている井桁のようなですね鉄の鋼材のところもこのようにして見えている。多分この化粧板がずずずっと奥にですね連なっていくのかな。最終的には下の部分が鉄骨むき出しではなくて化粧板で覆われるような、そういうのが銀座線渋谷駅の最終形態になるのかなということを改めて今日気がつきました。この化粧板の取り付け自体がいつから開始されたのか、ちょっと正直この週末東京にいなかったもので、正確な日にちはよく存じ上げないんですけれども、まあ、いずれにしろ今日4月12日に気がつきましたんで、まあ、慌てて撮ったというところが正直なところですね。はい、この化粧板の位置なんですけれども、こちらJR の線路寄りの方を下から眺めた映像も撮っておきました。このように多分この辺りに化粧板を貼っていくんだろうなというですね、鋼材がこのように出てますと、多分ここにパン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 と覆いをですね貼り付けていくということになるかと思います。銀座線の渋谷駅の4月12日の状況です。はい、あともう一つこの東口駅前広場で気になったものなんですけれども、はい、この銀座線のホームと JR の埼京線湘南新宿ラインの、 この間のところの、本来これ東口広場で通路になるんじゃないのかなと思ってた場所にですね、謎の建物って言ってもこの建物が何を意味しているのかよくわからないです、はい、場所はこのような場所ですね。バスターミナルがあって、ここ通常東口の広場ということで、今後バスターミナル、タクシープール、そして歩道がバンって広がると思っていた場所のところにですね、急にこういう結構コンクリートでしっかりした建物といいますか構造物なので、これ上に吊るし上げるってことはよもやなかろうというふうに思っているんですが、謎の構造物が出たのでブレイキングニュースでお伝えしました。はい、以上です。ありがとうございます。